ちは今日で卒業。どういうこと？卒業って。これまでよく頑張ったわ。あんたたちはもう立派なスター。これからはコーチに頼らず独り立ちしなさい。そんな、ラビチ嘘だよね。卒業なんかしないよね。ラビチ、ラオチ、ネコチ、ここ1年間ラビチたちにとって最高の思い出ができたっちゃ。デビューして武道館ライブも成功して、オーロラライジングも止めたっちゃ。アイラがプリズムクイーンになったこと、ラビチはとても嬉しかったっちゃ。卒業したくないっちゃ。もっとアイラと一緒にいたかったっちゃ。うるさい、静かに足、泣いてる暇なんかないのよ。ラビチたちはコーチ卒業、クラスアップして後輩のマスコットたちを指導する立場になるの。お別れとは言ってないわ。どういうこと？でかくなっちゃった。昇進よ、おめでとう。おめでたいです。昇進？そう、昇進。それじゃあアイラたちとはこれからも一緒、ずっと一緒。まったく、お騒がせなんだから。でもよかったよ、ラビチたちはこれからもずっと一緒じゃ。プリズムショーの世界へようこそ。よし、今日もガッと飛ぶぞ。ねえリズム、リズムはこれからどうするの？だって夢のオーロラライジングは飛んだでしょ。おお、これからのことなんて全然考えてなかった。あ、でもね、今まではママに見せたいって気持ちだけでショーをしてきたけど、これからは自分のためにプリズムショーをしたいなんてね。アイラは？私は、実は二人にお願いがあるの。何？何？私もう一度マーズで活動したい。マーズ？プリズムジャンプは心の飛躍、一人じゃ乗り越えられなかったことも三人だから乗り越えられたと思うの。プリズムクイーンになることは夢じゃなくて、プリズムクイーンを目指す中で自分の夢が見つかった。私の夢はたくさんの人を笑顔にすること、ハピラキになってもらうこと。本当に普通だった私にプリズムショーが夢を教えてくれた。だからこれからは私がみんなに夢を与えたい。もっともっとたくさんの人に。だからもう一度。アイラ、リズムちゃん、いいよ、私ももう一度マーズやりたい。ミオもいいでしょ？ええ、もちろん。みんな行こう。うん、それじゃあ行くわよ。みんなの声が聞こえる。よし、まず行くよ。ミュウ、アイラ、リズム、まずミュージックレディースパーティの人が、私たちのショーを見に来てくれてる。みんなを笑顔にできるってとってもハピラキ。私、プリズムショーに出会えて